下りは船橋市宮本で2キロ、はい、国道357号線の東京方面に。この前の撮影からちょっと間が短いですけど、また車載動画ですよ。今日はですね、ハードオフ、16号沿いにね、ハードオフがあるので、ちょっとそこに今日は行きたいと思いまして。雨ね、降ってなかったら撮んなかったんだけど。なんか行きますよ。三脚がもしかしたら落ちるかもしれないので、ちょっとね、吸盤が弱いんですよ。ちょっとこれまでもな、何度かのドテッと落ちてるんで、16号まで行きます。今鎌ヶ谷のあたり通ってるんですけど、バインディングが、ただ峠とかじゃないから結構車は多いですけど、非常にのどかなところだから息はしますけどね。ちょっとハードオフ寄った後に、ちょっとセカンドストアはちょっと撮影できないですけど、ちょっと引っ越しとかして家具とか買いたいので、ちょっとその後もその辺あたり行ってこようかなと思ってます。なんかね、エアコンの吹き出し口、なんかじっくり見てたら、これ顔面とガラス両方できるタイプがあって、なんか顔面は昔なかったと思うんだよね。今時の車って、あってもこれだよな、ガラスと足元だけが出るやつ、顔がここから出てこないみたいな感じのが結構主流だと思ったんだけど、なんかこの車普通に顔面も出せるって言い方見てねえ状態で運転してるので、今ねも、コンビニで目視でここ曲がるんだな、ここ曲がるんだなっていうのを全部頭の中にインプットしながら今動画撮ってますから、絶対忘れる。一応なんか地図で見た感じだと、東武アーバンパークラインの下を通ったら左みたいな感じだったから、東武アーバンパークラインの高架の下を通れば曲がっていいよみたいな感じなのは覚えてる。そこまでは覚えてるんですけど、そこから先はちょっと見てない。とりあえず16号に出たいんですよね。
正直俺この道全然わかんないんで、結構仕事でこの辺走るんだけど、やっぱプライベートで走るというか、まあ、ワークスで走るのとまたちょっと違うから、なんか景色がというか、まあ覚える気もないんでね、そもそもね、この辺自体地域は。やっとエアコンがいらない時期に来ましたよね、季節的にもね。そして僕はゆっくり長野に旅行することもできたし、ちょっと仕事でトラブってたんで、まあ、トラブなの日常茶飯事ですけど、そんなのトラブってて、なんかちょっとそれをなんかこう永遠にこう永遠にというか普通に持ち越しちゃってたんだかって、ちょっと休みの間もそんな何トラブルを抱えながら休み過ごしてたんですけど、そうそう、だからなんかなんだ有意義に休みが使えなかったということで、まあ仕事のちょうどね暇な時期に差し掛かったんで、2回目の夏休み取らせていただきましょう。ちょっとね、撮り鉄も再熱してきたんで、だいぶね、もうあれぐらい回ればだいぶ再熱してきたでしょ、もうここで冷めることはないでしょっていうぐらいの感覚だったんで、うん、これはしばらくは撮り鉄だなと思いましたけど、言いながら車載動画撮っちゃってますけど、喋れるうちに喋っといた方がいいかなって。もうなんか年取るにつれてなんかテンションはやっぱし落ちるね、やっぱりね、もう30代も手前になってきますから、昔から東武アーバンパークラインって名前だったのかな。ちゃんと止まんないとね。うるさいでしょ、これセカンド、このね、ギアチェンジなんかしたらさ、踏み切り内でギアチェンジ禁止ですよとかコメントしてくるやつ、この人は。やっときゃいいんでしょ。この前でもね、普通にモンキーで演出しちゃった。うわびっくりしたね。モンキーレンスはちょっと大変でしたよ。キックスタートしかないから焦るしね。まずニュートラルに戻すにももう足がさパニクっちゃってるから、もうさだって後ろにも車並んでるし、まだね渋滞途中だったからそんなんだったんだけどね。そう、全然もうモンキーなんか乗らないから、何や1年半ぶりぐらいに、ん、一昨日乗ったのかな。そしたらもうブブブエンジンかもちょっと、あれ、そしたらもうさエンジンかかんなくなっちゃってさ、エンジンとかバッテリーのところにバッテリーがもうなんかダメっぽくて、もう電源自体入んなくなっちゃって、あらららってどうしたもんかねと思ってね。でもニュートラルもうランプがさつかないから、ニュートラル入ってんだか入ってないんだかもう分かんねえしさ。ニュートラルはでもまあ感覚で大体分かってるからあれだけど、あれおかしいなみたいな、なかなかギアも入んないしなみたいなね。ギアはねちょっとタイヤ動かしてあげるとカチッと入ったりするんだけど、うん、なんか後ろに車並んでるしそれどころじゃないなと思って、初めてだったんだよモンキーレンスとはね。パニクラねしたことないからどういう感じになるのかも分かんなかったし、モンキー乗って何年だろうね。モンキーはねなんだかんだでね結構所有歴長いんですよ。多分モンキーが一番長い。あーこれちょうどあれだ、5個10キロの、あー桃太郎国、あ桃太郎国、あーあれか、あそこのできたところか、
桃太郎王国ね、やっぱハードオフとかに比べるとやっぱ高いよね、やっぱりね。あのジャンク品でなんか動作未確認みたいなやつが大体500円ぐらいなんですよね、ハードオフって。この前ね、新マスクだったかなの桃太郎王国、あれでもすごいなんだろうけどね、あれ見に行ったらジャンクなのにいくらだったかな、1000円とか2000円とかだったのかな、ちょっと高くねえと思って、ジャンクだぜって。この前もね、別のリサイクルショップ行ったら動作確認済みで498円のスーパーファミコンか、スーファミが売ってました。買おうかなと思ったけど500円か。でもなんか基本的にコンデンサーが原因っぽいけどね、ほとんどは気にしない理由はね。なんか動画で見て、溶接で直してる方の動画見てて、あ、コンデンサーなんもなんかある視野に入れようかなと思って、俺もちょっと見よう見まねで分解したら、やっぱコンデンサー液漏れしてて、自分のやつも。あ、じゃあこれ買おうわと思って、買おうと思ったんだけど、側を黄ばんでたから、あのオキシドールだって忘れちゃったけど、あれにつけ置きしてて1週間2週間ぐらいやってたかな、案の定失敗して、もう迷彩柄みたいな感じになっちゃって、一部が黄ばんでて一部はもう真っ白白で、もう一部はもう完全にホワイトみたいな感じになっちゃって、もうなんか最悪な状態になっちゃって、まあどうせ気のしないしいいやっつって壊しちゃったけど、まあ、あれももともとハードオフでいくらだったかな、300円だったかな、なんかそれぐらいで買って、まあ、直りゃいいかなぐらいで買っちゃったけど、だからそれは直さない。でもしょうがないから動作確認済みの500円ぐらいで売ってるやつ、ヤフオクに売ってたからそれ買って、今何なく使えてますね。何なくというか俺使ってないですよね、取られちゃったね。なんでこんな混んでるの、それバイクのショップだよね、なんでそんな混んでるのよくわかんないんだけど、野田千葉、あ、多分右だな、左かな、うわー、どっちなんだろう、クラピカだったらどっちなんだろう、なんだっけ、人間は反射的に左に行くっていうなんか習性があるっつってたような、確かコナンのさ、ジンも言ってた気がする、なんかそういう時はあえて逆を取るっていう、クラピカ原理だっけ、クラピカ法則だったか忘れちゃったけど、それはハンターハンターの話だよ、右手なんで右だから右に行こう、迷ったら左に行くかな、俺迷う B 型で迷うからさすがに突っ込んじゃうんだよね、アルトワークスのリアなんてあんまり映さないんじゃないか、諭吉がちょっと、なんかね、やっぱ道間違えてたみたいで映ってない、諭吉がずっと映ってる、道がね間違えてたみたいで U ターンしました、 U ターンするついでに金下ろしてきたって感じ、アルトワークスってな、昔よく S2000 の時はよく行ってたよ、その後もまあ一切行かなくなっちゃった、なんだこいつ、足切れかな、こっちへ行っちゃいます。
されんじゃん。オートバックス何点なんだろう。書いてない。これ金かかんのかな。あーおい、こんなとこで泊まりたくないんだけど。おこれ結構な上り坂だぞこれ。こういうとこだってマニュアルの車なんて結構来るんだからさ。あーちょうど雨降ってるから近く止めれんのかな。これあれなんだ、中じゃないんだ。ちょっとおまけということで、ちょっとせっかくだから来ちゃったこれいいんだよね、こう止めてね。あーなんか止め方失敗してるやん。なんだあれ、町なんかすごい昔ながらの入り口だね。何点なんだろうね、わかんないけど。でも多分柏16号沿い点とかそんな名前じゃないの。違うのかな。どんな感じか迷ってさ、ピットの中とか普通に歩いちゃった。この人何してんだろうぐらいの感じで。セカンドストア行こう。セカスト。なんかあれやだな。すごい水が。それ向こう漏れてんだよね。あー見えてきた見えてきた。ハードオフありましたね。あでかいね。どれぐらいでかいんだろう。豆腐屋。なんだよ近かったな。こっちじゃねえな。豆腐屋じゃねえんだ俺が来てんの。あ。そんなに広くなかった。着きましたハードオフ、16号柏店っていう名前だったはず。名前書いてないんだね意外にね。セブンイレブンとかよく書いてあるんだけど。はい、というわけでここから画像で失礼いたします。ブックオフの外観がこんな感じです。画像は Google からお借りしました、すいません。店内はゲームキューブはまあ今まで見た中じゃ結構安い方なんじゃないでしょうか。動作確認済みのゲームキューブですね。これはまあ画面焼けしてるとはいえやっぱ結構いい値段はしますね。部品取りとかやっぱちょっとボイ系は高いですね。ちょっとびっくりしたのがこれですね。これ60万なんだけど、下のやつ何なんだろうね。いろんなハードオフ回ってきたけどこんなの初めて見た。これスケルトンだねちゃっかりね。でこれがちょっとよくわからないですけど、なんかねこの店ねゲームボーイとかゲームポケットとかなんかこの辺結構強いなと思いました。俺いろんな店わさびさんとちょっと栃木のハードオフ片っ端から回ったんですけど、ここはね、俺そんな見た中で一番すげえ量が取り扱いが多いなと思いましたね。ほんでもってお前は結局何を買ったんだって話なんですけれども、今回何にも買ってません。ゼロです。じゃあ。